マジックプリンスワンマンライブ開催決定。今回はですね、名古屋と横浜2会場で開催します。はい、僕たちのファンクラブにて先行抽選手付が始まってますので、どうか皆さんよろしくお願いします。目の先へスタンドチケット、マジプリ緊急会議。何ですか？緊急ですよ、緊急です。皆さん緊急です。緊急ですね。もう大変よこれは。何でしょう？メンバー紹介曲一人いなくなっちゃいました。緊急だ。どうしよう。だから今回はちょっともう企画として、はい、これ3人バージョンをこれちょっとどうにか作っちゃおうよっていう話でございます。そうでございます。このマジックっていう自己紹介曲自体、まあ僕が作詞作曲したので、3人バージョンにもまあ僕が音はできるんだけど、そうなんです。じゃあ今まで阿部がラップしてた場所を誰がやってくれるのっていう。誰がやんないって。俺を紹介してくれる人がいなくなっちゃったの。そうなのよね。どっちかがやるしかない。そうやな。ということで今回はなんと深田さん自己紹介パート緊急オーディションを開催いたします。いただきます。これで、ね、だからもうどっちが良かったかというか、良かった方がこの光のこのラップのパートを歌える。このラップめちゃくちゃ難しいよな。これ、シータポイント。うん、シータポイント。まあ、僕が普通に歌いたいなっていうラップの作り方。いかもね、でもラップが好きでね、最初ね、カオルが、まずはモンスターさ、最年長、足にバレても入ってんのっていうのを歌ってるんだけど、それはやりやすいように、わかりやすくっていうのをテーマに考えてたんだけど、もう違います。これ、ずっとね、ラップをね、昔からも自分で作り続けて歌い続けてきたやつが歌いたかったやつだから、そういうことね。気にないぐらい、そうだね、こだわりが詰まってる、この歌詞には。マジプリのラッパー、食べ過ぎ泣き過ぎ困った。めっちゃすげえな、ここの今すごくない？マジプリでも振るの。マジプリのラッパー、泣き過ぎ困った。おぉ、踏んでんだ、踏んでる。ラッパー困っただけで踏んでるわけじゃない。マジプリも入ってる。いい、すごい、全然知らんかった。俺も知らんかった。すごい。だからめちゃくちゃ気持ちがいいわけですよ。はぁ、なるほどね。いいよ、もういつもでしょ。はい、好き、いろいろ広がった、元気がない、でもローからハイに変えていく大城が超ヤバい。すげえやばやな、詰め込んでるな。ローからハイで超ヤバいで踏んでると思ったら、ローからのローと大城のローでも気持ちいいな。うわー、ほんとだ。うわ、ここを意識してもらえると流れが綺麗。そして最後、暗いとこもすぐ明るくする、辛いこと悪にで軽くする、明るくするの軽くするっていう同意語。すげえ、わかりますので。早口言葉じゃん。そう、それがややこしくなるの。これむじいぞ、マジで。阿部ちゃんはやってたんですか？よう やってたな。あいつもやっぱラップ好きやったもんな、途中から。そう、ラップ聞いてたから。聞いてたな。結構ね、大変だったの、2人と。なるほど。いけ、よし。100% のシャルウィーター。そこ俺ね。そこ俺とか。あ、間違えた。俺とかいいから。間違えた、間違えた。でも練習する人ね。ね、羨ましいと思ってた。いや、かっこいいなと思った。一回その光の見本を見せてもらわないと。はい。じゃあ、いきます。あー、惜しいとこね、ここ。マジプリのラッパー、食べ過ぎ泣き過ぎ困った、おしゃれとラップとパンが好き、ヒーローのヒーローはファンタスティック、元気がないでもローからハイに耐えていく、お城が超ヤバい、暗いこともすぐ明るくする、辛いこと割にで軽くする。いいよ、いいよね。はい、いいね。というね、俺そもそも俺ラップやってねえじゃん。ちょっとよし、カオルが俺行こう。もしかしたらね、でもまあ言うチャンス候補じゃないけど、まあでも俺勝負は勝負やから。そうですね、負ける気はねえからな。アドリブには勝負やから。負ける気は 100% のシャルブリーダンス。俺のやろそれ。負ける気 100% だよ。ダメだよ。じゃあどっちがいきますか。どっちがいきますか。じゃんけんよ。最初はグッじゃんけん。あ、ちょっと待って、ここまでしっかり本気でやらないといけないわ。じゃんけんもやる。 OK、 目合ったけど。せーの、最初グッじゃんけんぽい。負けるのこれね。その勢いで負けるの。負けた。勝てると思った。大声出したら勝てると思ったんやけど。カオル、カオル、カオル。なりきるとね。そうやな。
いきます。よいよ、レッド。マジプリンのパン食べ過ぎ、泣き過ぎ、困った。おしゃれトランプのファンが好き、キレロード、ヒーローファンタスティ。元気がないでもローカルハイに変えていく、お城がチューパー。暗いとこもすぐ明るくする、辛いことまでに明るくする。よう言えたな。危ない、コラボ聞いた。危ないですね。噛まなかった、素晴らしい。噛まなかった、素晴らしい。うわすげえ、よう言うとったやんって俺ちゃんと知り合いよりも。バイブスは感じました。バイブスは感じました。これバイブスで結局はメンタル。人のゲーム、人のゲーム。人のやからこれやらないでください。よし、じゃあ行きましょうか。じゃあ、Yo, hey, you check it out. Oh, he's check it out. Yo, hey, she, hey, she. Okay, thank you. Shoot, hey. Do you want? Do Yo, my green rapper, 食べ過ぎ、泣き過ぎ、困った。おしゃれとラップとバカ好き、キーラーヒーローファンタスティ。元気がないでもローカルハイ、意外とおしゅうめちゅうめんだ。スライドもすぐ明るくする、スライドジャンプカフラスプレーパパパパパバイブさん、待っちゃってるよ。どう今の。いや、いいっす。バイブさんあったな。バイブさんはもう香りが絶対あった。全然あった。噛んでても気にならないぐらいね、バイブさんだよ。ライブ映えする。そうでしょ、やっぱりその声をね、やっぱ普段出さない声で、やっぱ普段出さないで。前半めっちゃ調子良かったけどな、ね、あ、いや、どっちもいいけどな。つらつらいんだけど、悪いんで軽くして。この辛さも軽くしてほしい。いや、でもこれ上手いならまあかっこいいわな。これは気持ちいいな。確かにもう前半も気持ちよすぎて、それもうハイになった。じゃあ他の人の場所をちょっとやってみてもらって。なるほど。で、あとラップのセンスはやっぱこのここだけじゃない。そうだね、いや、どこまで言ってるわけだから。いいオッケー。自分でまあ自分の紹介をすると思って、うん、でもこのままもう練習なし、もう練習なし、こういうこういうのこれのが練習センスを教えてもらったんですよ。ただそれだけ。メンタル人だよ。付き合いバイブ好きなのかも。行きます。はい。まあ。3、2、1、GO! まずはモンスター最年長、足にバレてもハイテンノー、カレーに体フル回転、人の常識覆せ、バク転バク中一回ひね、そんなくらいくらい失敗しね、今から飛ぶからしか飛びな、世界級保持者のリーダー。はい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 、 GO! よかった、よかった、いいよかったね。ちょっとドンズ怖いみたいな。そんな歌詞入れた覚えない。本当にちょっとあの英語混ぜちゃって、ごめん。そのくらい、どんくらい。どんくらい。どんくらいだろ、心配が。いや、よかった。ちょっといいっすか。え、なになになに、まあ、なりきるってことが大事じゃないですか。うん。まあ、ラッパーにね、なりきる。あはあれ、ラッパーだ。あれ、ラッパーだ。いきます。来ます。香りにだけちょぼかいですか。香りにね、何何出たこと言ってましたね。ちょぼかいですか。香りなんて言ってました今。香り高い水ちょぼかいですか。ちょぼかいですか。おかえおかえ、じゃあ先生、もう失礼したから。今これ香り高い水の秘密、ミスと恋、君のキス、好きにさせるこの確率は決める。豪快にハートにシュート、甘いマスクにあなたの夢中、あふれる確率は触れ続ける。ここむずくね。ここむずいな。でもなんかおかしかったの。なんかちょっとおかしい。あの、お金いくらだよ。合格決まったんで、あの、よっしゃリーダーしかもね、これ、まあ、みんなで歌詞をさ、そのこういうの入れてほしいとか、うん、そうだね、みたいなっていうのをみんなで相談してくれて、カオルが一番こだわってて、歌詞に対して。みんなは結構、あ、それでいいよ、ありがとうみたいな感じだった。カオルだけは、いや、このフレーズもっとこうしてほしい。いや、こういうの入れてほしいなって。あれ？言って俺めちゃくちゃ頑張って作ったんやけど、全然見えないよ。
注文しすぎて食べれんくなった人みたいな本当に食べれんくなっちゃった。バイキングとかよく取りすぎてな。そう、取りすぎちゃったから。ここ確かに難しいかもしれない。難しい、難しいな。じゃあリーダーやっちゃおうか。誰が回った後にすぐだけど、全然回してください。周辺のところをただ見ただけですから、はい、何もいじってないです。はいはい、まあ、この後僕がビートをいじろうかなと。なるほどなるほど。で、まあ、とりあえず軽く大進君がやるバージョンで通してみますか。そうね。それではいきます。M-A-B-I-T-P-R-I-N-C-E 今から自己紹介開始 3, 2, 1, GO! まずはモンスター3年長、足にバレてもハイテンの彼に体フル回転、人の常識覆せ、バク転バク宙に返して、そのくらいなら失敗しね、今から飛ぶから下飛びな、世界記録保持者のリーダー、大進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 来るよ。大進マックイーのラッパー、食べ過ぎラクチュリー困った、おしゃれとラップのファンが好き、キジローのヒーローはファンタスティー、元気がないでもローからハイ、外敵落ちろが超やばい、辛いとこもすぐ明るくする、辛いこと悪いながらする、光る光る光る。あ、いいんじゃないですか。流れができました。流れができました。いい感じじゃないですか。めちゃくちゃゴリゴリじゃん。ゴリゴリのラッパーみたいな。ラップするとそんな感じになるんだ。俺も初めて出ました、あの声。あの初めて出ました。今まで歌ってたから分かんなかった。うん、そうそう、ラップするとなんか雑になります。本当はね、こういう感じで歌ってたんだけど、こんなすごいラップするとこんな変わるの。いやでもいいね、気持ちいいわこれ。もちゃんと練習して僕は、はい、ここはもうしっかりと、こいつもしかしてラッパーなんじゃねえか思われるぐらい。いいですね。こいつここだけすごいラッパーやな。この時だけサングラスかけてこの時で忍ばせてマジで一つだけ言うけど、ラッパーなめんなよいや、いいんじゃない。でもいいよ、気持ちめちゃくちゃ気持ちいいんだ。いやでもいいですね、最高やな。ということで、じゃあ、うん、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。ライブで初披露、うん、そうだね。でもね、これライブで初披露ですよ。じゃあマジック3人バージョン、ライブでぜひ皆さん楽しみにしていてください。お願いします。